シーシー、どうもシーダーです。本日もね、マリオカート8デラックス実況やっていきたいと思います。本日もね、モコとアイムハイ、マリオで完全セアチェンジやっていきたいと思います。いきましょう。ということで、第1レース目はニンニン道場ということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでね、実はこの部屋にね、マジカ、ヨッシー、クロスケ、そしてね、ワロンが、同部屋になっております。はい、よろしくお願いします。ということで、いや、なんでリスナーと3人もね、同部屋になれるか不思議だわ。うん、もうびっくりしてます今ね、うん、ちょっとマジ推しがいるんでね、ワンチャンランクインきついかもしれませんけど、ちょっと頑張っていきたいと思いますんで、何卒ね、最後までご視聴いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ってことで、お前排除しといて、お前しっかり徹底的に排除していくよ。はい、よろしくお願いします。ということで、もううちのリスナーが3人いるということは、そうですね、はい、朝活のアップを終えてるみんななんで、もうやばいです。私勝てる自信がないです。ですが、ここで勝ってこその、実況者です。はい、見せていきますよ。はい、 C の民総長として、頑張っていきたいと思います。あと、あ、そう、アプリンもいるんだ、この部屋。やばい、もう猛者しかいないんだよね、ほんとやばいけど、まあ頑張っていこう。うん、気合入れてます。アプリン何今の、瞬間移動した、アポリン。アポリン瞬間移動したぞ、今。めっちゃ怖かった。さあ、1位多分クロスケ君かな。うん、多分クロスケマジ押し、アポリンといった感じじゃないかな。さあ、後ろとはもう結構離れてますね。さすが。やはり民の皆さんはやっぱり練習されてますから、うん、かなりやっぱ前行ってますね。はい、ということで、そんなところで、まあ今のところ4位は悪くない。うん。うわー、ここで噛み合いか。どうしよう。いや、コインちょっと0枚なの、ちょっときついね。きついねーって話だと思います。さあ、ってことは、お、クロスケちゃん、クロスケちゃんいるね。オッケーオッケー。さあ、ここしっかり UMT 貯めといて、さあ3位よ。いいよ、悪くない悪くないよ。さあ、アポリンいるね。アポリンと、アポリン&マジヨシーがいて、オッケーオッケー。さあ、アポリン食らわしといて、あとマジヨシこすだけ、マジヨシだけこさせた。俺じゃなかった、オッケー。よいしょ。さあ、ではジャンプアクションしといて、いや、もう、マジヨシは総力やばいけど、トゲだーい、トゲちゃん、トゲちゃんナイスよ、マジトゲちゃんナイス。さあ、これいけるんちゃう、これいけるんちゃう。おい、リスナーの皆様、これが実況者、なんで、え、なんで2位。1位だろ今の。うマジかよ。さあ、ということで、第2レース目やっていきましょう。第2レース目、ドルフィン岬ということをやっていきたいと思います。完全にもう、1位やったやん。なんでなんってことで、行きましょう。ってことで、本日もね、コメントしてくれた人に感謝を伝える企画、今回10人目かな、もう。はい、10人目ということでやっていきたいと思います。今日はね、ちょっと、あまりにもちょっとリスナーさんの方がちょっと同部屋多かったんで、今日はね、この同部屋の人の中からちょっと独断と偏見で決めさせていただきます。じゃあ、さっき1位取った、マジ押しに今日は支えさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ということでね、今日マジ押しに、捧げさせていただくということで、一応ね、まあマジ押しはですね、僕のことをね、まあかなり慕ってくれてるって、まあ結構ね、もう強い、うん、はっきり言って俺から見ても強いです。うん、アルバと同等レベルで強いです、彼は。はい、本当に強いね、リスナーさんだし、まあいつもね、まあ、動画とかもよく見ていただいてるのは本当にね、ありがとうございますということで、本当にね、これからもよろしくお願いします、マジ押し。うん、ちょっとこんなね、リアクションオーバー男だけどね、まあ、許してくれ。許してくれということで、さあしっかりね、ここでキノコわーっててーナイスー、いいよ。さあ、てこれ、そんな感じでもうちょっとここはしっかり上がっていきたい。さあ、傭兵が来てるね。傭兵ちょっと危ないよ、傭兵。傭兵気をつけて。オッケー。さあ、でもね、傭兵。うわ、ちょっと止まろう、これは。これはと、止まる。うん、これはもうゆっくり落ち着いていこう。うん、落ち着いていきます。さあ、ということで、ワロンもいるからね。うん、まあちょっと怖いところだけど、ワロンは前回支えさせていただいたから。うん。で、まあどっかでまたクロスケちゃんもね、支えさせていただきたいと思いますんで、はい、よろしく。さあ、ではそんなところは、8位、8位はやばいね、ちょっとこれ、ちょっと上がっていかないとまずいねーって話で、ただこれキラ出ないの非常に熱くないんだよね。さあ、ということで、そんなところで、さあ今とこまだ8位か。まあでもまだスターはつかなくていいね。うー、トゲ、今日トゲがめっちゃ絶好調だね。絶好調パラレスオンザビーチ案件で、お前どけ、傭兵、傭兵どけやがれ。さあ、ということで、そんなところで6位まで上がっていくと、さあ、サンダーどう、サンダーないんかい、よバック、お前マジ危ない危ない、いいや、じゃねえよ、薬中、薬中黙っとれ、薬中投げろ、薬中投げろ、ちょっと待って、
落ちて、それめっちゃ危ない。オッケー、1個使って2個使って3個使え、オッケー、あよー、今は耐えた耐えた耐えた、オッケー、ナイスナイスで、オッケーよ、これはこれは全然いい、オッケーです。はい、さあ、ということで、3レース目やっていきましょう。3レース目はリボンロードということでやっていきたいと思います。一応ね、3レースやって今20点超えなのが、マジヨシとクロスケとアルバ、あ、アルバじゃねえよ。俺なんですよね。はい、スタートということで。もうやばいね。いや、さすが民。やっぱ爪痕残す気満々だね。ああ、さすが、もう俺らでワン、ツー、スリー取っちゃおうぜ、もう。うん、他の軍勢はもうどうでもいいわ。うん、俺らでもワン、ツー、スリー取っちゃおうぜ。ワン、ツー、スリー、お準備、オッケー、追い風に乗って、イェイイェイイェイって話で。さあ、ということで、まずはちょっと、何それ何それ、うん、あ、また薬虫いるわ。あ、また薬虫いる、ここに。あ、ちょ、薬虫落ち、もう薬虫落ち着け薬虫落ち着けというところで、あと、ワロン、ワロンもいたな、そういや。そう、ワロンはどこよりのや。さあ、では、ちょっとここは一旦止まっときまして、ワロンどこにおるんや、これ。ワロンもね、確か行った気がするんだよ。あ、ワロンいたわ。ねえ、はい、アイテム決まれよ。いや、弱ー、いやー、ちょっと待って、通信エラー落ちてるやついる？大丈夫これ。さあ、ちょっとこっからちょっと上がっていきたいね。落ちて、あーい、弱っ。弱っ、弱すぎー。さあ、ただ落ち着いていこう。まだ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 耐える、まだ耐える。さあ、6位よ。やばいやばいやばい。嘘。いやー、もう最悪、終わった。ほら、終わった終わった終わったったった、人生いつ見ましたったったの展開で。さあ、ただ4位ぐらいには上がりたいな、正直。うん、まあ1位はいい。1位はもう正直どうでもよくて。うん、ちょっと、あー、まあ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 。もう無理だ !9 位。俺の大嫌いな食べ物はキュウリ。なんつって。さあ、ということで、4レース目やっていきましょう。4レース目はね、ヨッシーアイランド。ということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、そんな感じで今んところね、2、4、9と来てますね。はい、ひどいです。さあ、行きましょう。さあ、ということで、もうちょっとギア入れていきましょうか。うん、ちょっとギアを入れていきましょう。はい、もうここでちょっと1位取って、もうちょっと折り返し40取らないと、ちょっとまずいです。はい、私ちょっとまずい展開なんで、はい、ちょっとここでね、1位取って、ちょっと折り返し40点にしていきたいと思います。一応ね、これの大会90点以上は絶対取らないと、ランクインできませんので、ちょっと頑張っていきたいと思います。はい。ちょっとね、民の一味が、まあ、結構おりますので、もうちょっとここはね、しっかりと、威厳を見せていきたいと、思います。王者としてね。王者としてしっかりとね、威厳を残していかないと、まあね、引退かなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。てことで、そんな感じ。ありがとう、ワロン、活躍させてくれて。ありがとうね。さあ、てことで。今のところワロンが1位か。もうね、この部屋マジモサ勢揃いだから、正直ね、完全制覇なんでできんのって言われたら、うん、この部屋モサしかいないよ。うん、うん、気づけってことで、そんなとこ。ちょ、ワロン怖いよ。ワロン、すんかい、それ。ドリルすんのかいって話で、さあ、ジャンプアクションしといて。さあ、ここでちょっと赤コロナ上げときまして、さあ、後ろのマリオがちょっと怖いね。やっぱ怖いわ。うん、ちょっと、とんでもないもん構えてて、さあ、ただ落ち着いていくよ。はい。はい、しっかり取っていく。ナイス、うますぎ。今別れの時、飛びたと未来信じて踏むな、ポリン。さあ、ではそんなところで、やばいな、今のとこ3位か。ちょっとリンクねえ、もうさ、もう和解できないタイプだ、これは。これはちょっと和解できなかったタイプだわ。どんまいどんまい。さあ、大丈夫、6位ね。6位、まだ大丈夫。まだ上がれます、まだ上がれます、大丈夫です。俺を信じて、みんな。大丈夫、俺を信じてくれ。うん、信じてくれ、ブラザー。さあ、てことで、そんな、やばすぎ、怖い怖い怖いなー、怖いなー。さあ、てことで、そんなとこイギーちゃん、うん、またラリーってるやつ。ちょっと待って、クロスケは攻撃したくない。ちょっとクロスケは攻撃したくない。もうワロも攻撃したくないんだけど、ちょっとごめん、ワロを投げさせて、ちょっとごめん。さあ、ちょっとここはしっかり、それ根元、お前バカ野郎。オッケー、ワロマジで、もうワロお前ってやつ本当にお前ってやつはもう何しとんねん。さあ、ということで後半戦レースやっていきましょう。後半戦の5レース目はテレサレイクということでやっていきたいと思います。またマジオシと上やったわ、やばすぎマジで。いきましょう。さあ、ということで、もうやばいです、もう今日は無理だなごめん無理だ今日ごめん、多分ランクインできなくても今日はもう文句言わん。今日はちょっと神回だわ。うん、ちょ、今日はね、ある意味神回だったわ。
てことでそんなところで、まあ、今日はもうだいぶ十分ね神回にできたと思いますんで良かったです。はい、てことでそんなところでしっかりここでキノコでショートカットかましといて、まあ、テレサルイクはね、まあ、ガン前いっとけばいいんで、もう正直ね前入ります。はい、もうここはもう鬼前です。はい、行きましょう。さあジャンプアクションジャンプアクションしといて、オッケーよ。さあマジよし来てんね。うん、してる。やっぱりこやつは来るんだよね。そう、今宵もね、あのやつはやってくる。うん、さあどうで、そんなところで今のところ1位ね、悪くはないよ。さあもうこのまま前張っていきたいんだけど、やっぱそうはね、問屋が下ろさないんですよね。はい、そうは問屋が下ろさないんでやばいです。はい、 OK よ。さあ悪くはない、 OKOK。 さあこれマジ押し2位に下ろしといて、まあこれは赤コーラ青トゲ対策しとこう。青トゲ対策しといて、さあ後ろしばかれてる。 OKOK。 さあマジ押しとの対決だぞ。いくで兄貴、いくで。さあここで1位を取れるか1位を取れないか、もうここで勝負かかってますんでね、行きましょう。さあということでトゲないかな、トゲないな、うん、トゲなくて、よいしょ。さあうまいね、あそこで止めんの、あそこで止めんのバカうまいよ。さあ赤コーラもう一発投げといて、オッケー、食らう食らうね。マジ惜しい、なんでやってん。いやでも間に合わんなこれは。オッケー、よっしゃー、こういうことやで、ね、長として負けられんのよ、ここは。悪いけどここは長としては負けないよ。おお、激しい戦いをしようか、マジでしよう、よろしく頼む。第6レース目いきましょう。さあということで6レース目やっていきましょう。6レース目スウィートキャニオンということでやっていきたいと思います。いやー激闘だね今日。いきましょう。さあどう、もう今日だけでもう体力めっちゃ失ったぞマジで。はい、でそんなとこでもうマジ押しとかなりの激闘をね繰り広げてますが、かなり楽しい、やってて楽しい今日の、ま、もうモコ大魔杯かなり神回です。はい、そのとこでまずはもうこれキノコあるんでしっかりとショートカードぶちかましといて、さあマジ押し狙われてんねキッズに。まあどうまいなんでやねんって話で、まあこれちょっとどうしようかな、ダカで行く、いやダカで行かない方がいいな。うん、これちょっとやっぱ極論前張りの方がいいんで、まあっていう、またラリってるやつが一人いて、またラリってるやつが一人いるんよな。うん、さあ大丈夫よ。さあ今のところ5位ね、悪くないんじゃない。うん、前ヨッシー行くんだ、キモ、青と水色しかいねえじゃん、気持ち悪い。前の絵面キモろすぎだろマジで、あぶねえ、セーフだよ。さあってことで、お、いいんじゃない、アイテムめっちゃ良くない、アイテムめっちゃ良くない、ウォーウォーって話で、さあ最高よ。さあこれ最高の展開来てんじゃないのって話で、さあここで赤コロしっかり投げといて、さあ悪くないんちゃう、悪くないんちゃうって話で、さあ扇に、いやもうそれぴったり当てるお前、もうぴったり賞あげるわ、それはそれはお前ぴったり賞あげる。さあということで今のところ7位、悪いね、うん、クソ悪いね今、うん、今ちょっとやばい展開来てるよ。またトゲいった、なんか今日トゲめっちゃ活躍するなお前、お前なんか今日めちゃめちゃ働くやんお前、残業代ちゃんともらっとけよトゲ、いいなお前ちゃんと残業代もらっとけ。うん、さあではそんなとこで、待って、さすがに落ち着くよ、さすがに落ち着く、オッケー。さあではもうサンダー来て、俺の祈りのサンダーを、まねサンダーサンダー芝いけないよーい。さあということで7列目いきましょう。7列目 3DS レインボーローということでやっていきたいと思います。いきましょう、ここ。さあということで、もう正直ね、今日の完全制はもう無理だね。もうさすがにね、まあ、先ほどね朝活やってたと思うんですけど、まあ、朝活でねもうかなり爪痕を残してこいって言ったからさ、おガチで爪痕残しに行ってんだよな。うん、もう俺のせいなんよな今回の完全制覇できないのは。うん、マジでもう今日に関してはもう自分が罪深かったっていう話です。はい、ということでそんなところでもう今日はねもう正直完全制覇できなくてももう仕方ないです。はい、いやその赤コーラちょっと意味わからんけど、その赤コーラはちょっと意味わからんけど、まあ、しっかり上がっていきましょう。うん、まだ前はね結構見えてますので大丈夫です。はい、落ち着いていきましょう。正直ね80点ぐらい取れてればいいかなって今日は思ってます。はい、大体まあ80ぐらい取れてればまあまあ平均じゃないって思います。はい、ではそんなところでしっかりダッシュバンダッシュビャンダッシュピョンダッシュパンしといて、さあしっかりダブルは割れてない、さすがですね、さすがねクオリティだわ。はい、ではそんなところでまだ8位か、うん悪いね、悪いね、どっから赤コーラ投げてんの、
あいつだな、ラリってるやつが投げたな、ラリってるやつが。さあ、ではそんなところで、一応ね、ラリーはコンピューターなんだよね。そう、なんでコンピューターがいいのかわからん、正直。さあ、ではジャンプアクションしといて。さあ、いや、もうなんかずっと木の3パラですよな。しかもコイン0枚だし、やばいなー、やばいなー、やばいなー。ね、どんだけ赤頃くんの、マジで。やばすぎ。うん。さあ、落ち着いて。うん、ちょ、ある、あ、マジヨシもちょっと苦戦してんな、やっぱり。うん、まあ、そりゃそうだな。ちょっとこれ、マイコだもん。正直、めちゃめちゃマイコだからさ、正直、前張らないと、正直、勝てません。はい、もう、これはもう GG です。はい。ドンマイ、ドンマイ、ドンマイ、マイケルで、はい、ドンマイ、ドンマイ、マイケルで、うん、いや、めっちゃしばかれてない。どけ、キノコ。キノコ、どけ。キノコ、どけ。俺に道を開けろ。うん、コムドットが通る。はい、ということで、そんなとこで、ない?あ、ゴーイ。さあ、ということで、ファイナルレースやっていきましょう。ファイナルレースはシドニーサンシャインということでやっていきたいと思います。まあ、ラストちょっと1位見せて、終わりたいです。はい、行きましょう。さあ、ということで、もう、今日は無理だったな。ちょっと今日はかなりきつかったね。まあでも仕方ない。まあこれも教訓ですから。はい。今日に関してはもう完全に俺がね、罪深かったんで、もう申し訳なかった。はい、ということで、そんなところでね、クロスケちゃんとマジオシ、そしてね、ワロン。戦ってくれて本当にありがとうございました。はい。そしてね、朝活、今日来てくれた方もね、本当に、ありがとうございました。かなりね、本当に爪痕残してくれる方がね、多くて、嬉しい限りです。本当ね、朝活やってよかったなと思います。もうなんか、ここ最近ね、やっぱ朝活やってて思うんだけど、やっぱ楽しいんだよね。まあ、コラボ配信もね、まあ、朝にやらせてもらったんですけど、やっぱ楽しい。やっぱね、朝起きて、やっぱりね、ゲームやるって本当楽しいなと思って。本当そう思いましたね。はい。しかもね、配信でも喋ったんですけど、やっぱりね、健康、まあ、生活リズムがやっぱ良くなる。まあ、これがね、マジで良かったなって思います。はい。やっぱ夜中の配信はやっぱ1回にして、やっぱ朝の配信1回ってやると、やっぱね、すげえ生活リズム良くなる。もう両方とも朝やろうかなって今ね、考えてる途中なんですよね。アガゴーラ投げて、はい、素晴らしい。はい、おう、めっちゃ荒れてる、めっちゃ荒れてるな。やばい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 。ちょっと待って、落ち着け。うん、落ち着いて、ちょっと酸素吸おう、君たちな。酸素吸った方がいい。さあ、うわっぶね、お前誰誰、お前誰、よし、ピーニーピーニーピーニー。さあ、では、いやー、そう、ここか。おお、いや、回避してますやん、回避してますやん。いや、終わりですやん、何それ。ねえ、荒れすぎ。もうごめん、もう今日きついわ。さあ、ということで、本日第156回猛攻王とアイマハイ、本日の得点67点ということで、もうひどいです。すんません。はい、ということで、そんな感じで今日はですね、アポリンが1位ということで、素晴らしいですね。おめでとうございます。同盟でやらせてもらいましたけど、めっちゃ強かったね。こんな同部屋で勝てるかって言われたら絶対勝てない。はい、すいませんでした。はい、ということで、そんな感じで一応ね、今日は、マジ押しが98点で6位ランクインおめでとうございます。素晴らしい。そしてね、トモヤが、第8位 BR トモヤとして96点、ランクインしてくれてますね。おめでとう。そしてね、あとは、誰だろう。あ、クロスケちゃん。クロスケちゃんギリギリランクインしてる。92点おめでとうございます。ということで、そんな感じで、今日はかなり同部屋の方がランクインされてますね。本当におめでとうございます。ということで。いやー、一応爪と残してくれたら3人ぐらいいましたんで、よかったです。はい。あればちょっとどうなったかわかりません。多分な、誰かに縛かれたかもしれない、これはな。はい。では、そんな感じで、今日はかなりね、大荒れでしたけど。まあ、楽しかったんで、よかったかなと、思います。ということでね、また次回も頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。民の皆さん、本当にね、爪と残してくれてありがとう。それではね、また次回の動画で。お会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。